とある予感がした。どこまでも眩しくて騒々しいあの夏が始まる、そんな予感が。謎の島々の調査をきっかけにライザの最後の冒険が始まる。舞台は広大なフィールド、大自然の中をシームレスに冒険できます。空中や海の上の移動も思いのまま。調査を共にするのは個性豊かな11人。バトルでは仲間との連携で異なるスキルが発動、さらにピンチの時は交代させるなど、とっさの判断が重要になります。そして物語の鍵を握る新たな要素も。ライザのアトリエ3、終わりの錬金術師と秘密の鍵は2023年2月22日発売。